今回はウィッシュで見てみたかった改善案を考えてみるというネットの反応をご紹介します。こないだウィッシュ見たんだけど、なんか途中で違和感を感じたんですよね。途中から登場人物、特にアーシャに共感できないというか。そういう風に感じる人結構多いんじゃないかな。なんかこう納得できないというか。でもさ、これ友達が主人公にめっちゃ共感して応援してたんだよね。だから感じ方ってすげえ人それぞれなんだなって思ったんだよね。なんというか、自分の場合は王様頑張れとか思いながら見てた。わかる気がしなくもない W。 結局ウィッシュで一番足引っ張ってるのって、国を滅ぼされて家族を失ったマグニフィコの過去だよな。ヨーロッパの13世紀かどうかを別にしても、ロサスの外は国が滅んで家族がいなくなるようなことがある世界であるのが確定する。ルッキズムの文脈で入れたナルシスト設定も、亡くなった家族から与えられて残った大切なものだからって別の文脈が生まれる。主人公サイドの主体性のなさもではなかろうか。悪人じゃないけど、お人よしなだけでカリスマがない。そのお人よしもなんというか、ただ身内びいきしてるだけっていう。本当に欠点になるくらい優しいなら、恩を忘れたり王様をただ追放して解決にはしないだろう。主人公側に主体性がないから敵側の描写が重要になってくるのに、肝心の敵の出力の仕方が盛大に間違ってる。って問題点は棒鉄血を彷彿とさせるな。まあちらとこちらとでは間違ってるベクトルが正反対ではあるが、アーシャの魅力をきちんと描写できてれば、悲しき過去持ちのヴィランだろうが問題なかった。優しすぎるところが欠点って親友に言わせるだけで描写が伴ってないんよな。王妃と彼女の即位エンドもでしょ。あれのせいでマグニフィコの悪事をろくに描けない。主人公に魅力がなくても、最悪マグニフィコがど畜生だったら悪い薬効を倒しました、めでたしめでたしって方にはハマるからな。ディズニーなんだから世界観と歌が良ければそれでもまあいいかってなるけど、世界観ももうちょっと練ってほしかったというか。アナ雪とカモアナとかはストーリーを知らなくても綺麗素敵ってなるけど、今回って街並みも衣装も正直別にだし、このヴィランに世界が夢中やマグニフィコを称えようだとか、公式 X が王様に頼りきりな感じな時点で主人公と星を魅力的に描けていないのが敗因ってわかるというか。いつも疑問だけど、なんか制作陣のポーズに対して出されてる作品は主人公勢よりマグニフィコ周りの方が筆が乗ってそうなんだよな。一番じゃないが冒頭の歌も足引っ張ってるよ。ロサスとマグニフィコの情報だけで歌い手イコール主人公がどんなキャラなのか全然伝わらないみたいな。願いを渡して辛くなったり泣きたくなったりしないの？ないよ。記憶も消えるから心軽やか。この説明が不要すぎる。そうなのよね。願いを捧げるとその願いを忘れちゃいますよってのは明言されてるし、しかもメリットとして紹介されてるわけだから、少なくともロサスにおいてマグニフィコ王の叶わない願いは忘れた方がマシだってのは正論なんだよな。そういう契約なんだから。本人が幸福なら別にいいじゃんみたいな話にしかならんのよね。本人たちは納得して納税してたのに、よそからケチつけた結果として国民が不平不満を持つようになるという風刺なのかもしれないね。アラジンの一足を先にとか見習えって思ったな。苦労して建国した人をそのままヴィランにするんじゃなくて、何代目かの子孫とかでよかったんじゃないかな。徳川家康が江戸幕府を築いたと思ったら突然殺されて、また戦国時代に後戻りとか嫌じゃん。主人公とヴィランの関係性が国民と国王なディズニー作品ってあるのかな。そのせいで今作の和解せず倒して終わりの展開に不安が残るんだと思うが、強いて言うならロビンフッド、本当に一応は王だけど三奪者で正当性がないからな。そいつは他の国民が幸せに暮らす中で主人公だけが王の悪性に気がつくみたいな筋書きなのもあれ、主人公以外王妃すらも気がつかない関係で、主人公以外の登場人物の IQ が著しく下がるのと、幸せな暮らしを一人で提供している王が際限なく有能になる、そして王の悪性として国民に知られるのは禁書に汚染された姿で本来の王の姿ではないという意味不明というか、納得しにくい展開をやった後に優しすぎる主人公は王を永遠に幽閉して終了。優しすぎる心が広いというアーシャの設定を作中の描写で観客に印象をつける前に他のキャラに言わせて出したのがね。せめてアーシャが誰かに優しい行い、守る、助ける、許す等に対して評価するセリフなら設定に説得力がつくんだが、モテてるって設定があるからモテることになってるだけの魅力のないラブコメのライバルキャラみたいだな。国民の願いを守る、願いの実現を魔法で助ける、アーシャの失敗や無礼を笑って許す、
この優しさが主人公でなくヴィランなのありえないだろう。移民たちが普通に生活できてる設定でしょう。上流階級がひどい行いをしてるからみたいな描写もないし、マグニフィコ王がいくら同情の余地があろうが功績がすごかろうが優しすぎる主人公なら和解エンドで解決できるからね。マグニフィコ王やロサス周りの設定は大きな問題じゃなくて、王を打倒する主人公と王妃に共感しにくいのが足引っ張ってる。王の設定を変えたところで主人公周りが揃いも揃って魅力がないから、マグニフィコ王だけで成り立ってる映画が何の魅力も語るところもない映画になるだけなんだよな。主人公がうじうじするのはあんまり歓迎されないけど、アーシャに関してはちょっとくらいうじうじした方が良かったのかもしれん。よく言われる努力してるの国王だけじゃん問題も、アーシャが自分の力は借り物に過ぎないとか葛藤するシーンがあるだけでも、事実は変わらないが印象は違ったと思う。小説でじいさんがやってた恩がどうのもアーシャがやるべきだったな。あとは過去を話し合った仲なんだから決着つけるシーンでできないとかやるとかどうよ。金書豪相互にようやくヴィランらしくなっただけで、それ以前は良くも悪くも普通の国王様だったから余計に和解エンドじゃなかったのが残念だ。ちゃんとしたヴィランになるまでの描かれ方とアーシャの謎の優しすぎる設定で和解エンドにならないのが致命的に噛み合ってないというか、マグニフィコを凡脚のヴィランに改変するのはバランスを考慮したナーフであって改善じゃないんだよね。アーシャや王妃なんかの主人公陣営があんまり魅力的に描かれてなくて、人気がマグニフィコに偏ってる現状だから、マグニフィコを下げるのではなく主人公を上げるしかない。ナーフ連発してるくせに一生バランスが適正にならないクソゲー運営の気持ちがちょっとだけわかった。白雪姫につなげたいとか星に願いをラストに入れたいとかなって感じたんだけど、そういうのに引っ張られて全体がおかしくなってるような気がする。細かいけど後のフェアリーゴッドマザーにおわせもいらなかったよね。本人だとしたらシンデレラだけを選別して助けてるのが皮肉にしかならない。あらゆる設定がおかしいとか変とか言われる原因って概ねこれよね。客を楽しませたいじゃなくて、こんな素敵なもの作った私を見てが前に出すぎてる。結果いらんものばっかり特盛りになって必要なものがスカスカになるという。何度でも言うけど、7人の小人オマージュで7人出したティーンズをさばききれてないの本当に残念。出しただけのオマージュって、それ素人が X でやってる安易なジョジョパロとどう違うのと、ディズニーなら何でもいいって人しか喜ばないでしょう。和解さえしていれば主人公の優しすぎる性格やヴィランの悲しき側面も明るい未来も全部救えたのにな。ぶっちゃけ自分の努力で魔法を身につけて、一代で老人が100歳まで元気に過ごせて、片親少女がツアーガイドで生計を立てられてるくらい恵まれてる国を作り上げた王の事実は覆らないからな。というか後半の暴走を除いても、努力で魔法を身につけ国を建てた王って称号が強すぎる。完全に本編の後日談の主人公の肩書きなんよ。ボディポジティブとかありのままの自分を愛そうとか運動してるのに自分の顔が好きなのはいけないの？なんでや。ありのままの自分を愛していいのは鏡も嫌がるレベルのブサイク面だけで、努力家で頭のいいイケメンは地下室にでもこもってろっていうメッセージとか。最近のディズニーは群像劇っぽいの苦手っぽいよな。アナ雪ではクリストフが浮きがちだし、トイストーリー4でもおもちゃたちをはけてない感じがあった。主人公が憧れてた優しいおじさんが実は悪人ってのは最近のディズニーピクサーのテンプレートだけど、その中でもとびきり罪と罰のバランスがおかしいよな。すべての国民の願いを叶えるという嘘をついて国民から願いを回収するは、まあ確かに良い行いではないけど、国家のためにリスクとベネフィットのある行動だし、それ以外の面では当時考えられないほどの善政を敷いていたわけで、それに対して永遠の禁錮刑はさすがにおかしい。とある物語だと、結界の中にいる人間から生命力を吸い取って魔力のもとにするみたいな話があったんだけど、マグ王の場合って願いを預かって溜め込むことで国を運営する魔力を補ってたんじゃないかって思ったな。そんな設定はないから勝手な思い込みだけど、特に必要もないならわざわざ預からないでしょって気もするね。それに選別なしで願いを叶えろ、叶えられないなら返せってのも、代償なしで願いだけは叶えたいって感じで、なんだか釈然としないというか。そもそもアーシャがじいさんの願いを叶えることに固執する理由がよくわからない。サバが願いを預けた後も何十年も楽器の練習をひたすらしてるのを見てたとかならわかる気もするんだけど、そんで主人公の大悪と断定する動機はおじいちゃんの願いを叶えてくれないからという身勝手極まりない理由ときた。足引っ張る要素が多すぎて結局一番が決められない。優れた国ロサス、
マグニフィコに感情移入できる過去、設定、主人公の主体性のなさ、願いに対しての魔法と努力についての主人公とマグニフィコの対比の問題、クッキー踏みつぶす王の処遇とかの主人公側の深い描写、エトセトラ、ともかくダメ出ししたいことが多すぎる。漫画の新人賞に出したら審査員に光るものはあると前置きされた上でボッコボコにされそう。有能編集がつけば伸びるタイプではあるけどね。100周年作品だからあれもこれも設定やポリ要素盛りまくった結果、主人公やその周りは全部設定が足引っ張ったけど、マグニフィコだけはうまい具合に設定が噛み合って良いキャラに仕上がったの。コメディかよって。他作品とのつながりやポリポリ要素とかを諦めて捨てる引き算できてたらここまで悲惨なことになってないと思うわ。アーシャがマグニフィコーと同レベルで設定、描写で掘り下げられて濃いキャラになってたら、それだけでだいぶ面白くなってると思うよ。言動の賛否や是非は置いといて、意見を対立させるにはアーシャのキャラが弱すぎるのがそもそもの問題。作品のバックボーンが全部マグニフィコーに味方していようが、圧倒的なことエゴでアーシャが対立するならそれだけで賛否を呼ぶレベルでだいぶ面白くはなる。マグニフィコが賛美されて当然でアーシャに非難があって当然な作品になってるのがダメなんよ。ここでマグさんとアーシャ嬢の意見を見てみるとですが、願いは素晴らしいというのは同じでも危険な願いもあるというマグ王に対して、願いに危険なものはないというのは見事に食い違ってる。自力で覚えて魔法が使えるマグ王に対して、魔法はもらい物だし下手くそだから練習するというアーシャ、一代で国を起こした王と親子三代で国のお世話になってる主人公、国のためにならない願いは叶えないという王と、ヤバそうなら止めればいいし叶えないなら返せという主人公、こんな感じの対比構図なので、願いの重要性をお互い理解して、マグニフィコの方が努力して、アーシャの方が浅い思考でマグニフィコの恩恵を受けているわけだし、アーシャも実質願いの選別をやってるので、アーシャサイドが叩けるのが叶わない願いを返さないのは可能性奪ってないってところなんだけど、どうやらアーシャ自体が願いを捧げると心爽やかになるとか言ってるらしいので、その場合、はい、アーシャにマグニフィコを論破できる素材がありません。暴論だけど、アーシャに正当性がなくても別にいいんだよ。マグニフィコのやり方が気に食わない、だから私がやるを貫くことと、その上で王の代わりとなって願いを叶えたい理由、アーシャ自身の夢が掘り下げられて、アーシャがそれを理由にマグニフィコに負けられない、譲れないと意地を張ってるなら、マグニフィコに対する無礼者ではあっても作品的には一本筋の通った敵対者にはなるので、結局アーシャに自分の叶えたい夢がないから自我が希薄で主体性がなくてを応援できないし、まともに批判するレベルに至ってないキャラクターになってんだもんよ。確固たる自我があってそのために筋を通してるキャラならマグニフィコを蹴落としたことが批判はされるけど、周り界も示せるキャラになったろうなって。本当に暴論だけどそうだと思う。インターネットやってて主役の情報がここまでは言ってこないってやばいよ。結局制作側はマグニフィコを和解の余地のない極悪ヴィランなのか、悲しい過去を持つ同情の余地もあるヴィランなのか、どっちの方向で作ったの？白人男性で老齢の王だから和解の余地のない極悪ヴィランだろ。それやりたいなら徹底的に老悪的なキャラにするだろ。マグ王が最初から闇落ちしててスターを幽閉して力を独占してたとか、アスラみたいにもっと大きな対価を取り立てててたなら説得力もあったかもしれない。それ以上にアーシャの設定や描写をもっとしっかり肉付けしてれば、努力しない人が努力してる人の足を引っ張る努力をする映画って話を聞いたら、なんかそうかもと思えてきたというか、努力してる人の足を引っ張る力は努力もせずに手に入れてるんですわ。アーシャの優しさが、そりゃ顔見知りや身内に優しくないやつはただの嫌なやっこだし、当たり前ではと思う程度しか見えなかったのが残念。長年苦労を共にしたマグ王をみんなして裏切って孤独に陥れて封印する必要があったんですかね。この作品は願いを叶えるために努力するべき派のアーシャと、叶わない願いなら忘れて楽になるべき派のマグニフィコの対立じゃん。なのに互いの意見を対立させた後の展開が、突如降ってきた星パワーでアーシャが革命を起こしたらマグニフィコが闇落ちしたんで封印したとかいう序盤のやり取りは何だったの？ってなるパワー展開。そうでなくとも王は事前にデメリットを伝えてる上に、捧げる願いは国民が選ぶ仕組みなんで、忘れたら困る願いを捧げる国民にも問題あるよねになるから、そもそも話の土台から歪んでるというか、この対比があるなら和解エンドでよかったと思うの。無理にクラシックなディズニーを意識して敵を作ってあんな結末になるなら、近年よくあるヴィランがいない物語でも良いと思うのよな。トリマ最強のヴィランというより悲しき悪役で立たせて和解エンドにすれば変わってたかもしれない。
2作目が王の帰還って名前でボロボロになった国を立て直す作品やったら見るというか、ぜひ見てみたいんだけどな。以上です。最後までご視聴くださりありがとうございました。じゃあ元気よく挨拶しましょう。チャンネル登録お願いします。